こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。涼しいです。何をしているかというとですね、今、森林の滝で、その風でですね、髪を乾かしているんですね。実は森林の滝、このマイナスイオンを出してくれて、そして、蘇生波動で、植物が元気になったり、また人間も元気になったりっていうような、そういった現象があるんですけれども、それ以外に生活の、便利グッズとしてですね、これをすることによってペット臭がなくなった。また、6月の梅雨時には、部屋干しをしてても、匂いが、匂わなくなったとか、そういった、いろんな現象が行われて、起こってるんですね。そして、さらにこの今現在8月1日にこのビデオを撮ってますが、こういった暑い時にはですね、ドライヤーを使うのも本当に汗だくだくになります。また電磁波の問題もあります。できましたらそういうの使いたくないなっていう人もいるんじゃないでしょうか。そんな時に、森林の滝をお勧めしたいのが、この風で、乾かすことによってですね、髪を乾かすことによって髪がサラサラになるんですね。そのあたりを、今日は、森林の滝のもう一つの使い方ということでご紹介をしたいと思います。こういった形でですね、森林の滝の前にですね、頭をやりまして、水を切ってください。そうしますとですね、だんだんと乾いてきます。そして乾く頃にはですね、髪がサラサラになってるんですね。これがまた不思議なんです。そして風がですね、うまく当たらなければ、このルーパーをですね、当たるところあたりで止めてください。そしてガーッとやってみてください。そしたらですね、非常に乾きも早いですし、または3というところで、もっとスピードのある風をつけてくだされば、さらに乾きがですね、早くなります。こんな形でですね、森林の滝、一つで何役もしますので、ぜひお使いください。それでは、森林の滝の、ワンポイント、アドバイスでした。いろいろ森林の滝を使って、この夏をですね、乗り切りましょう。それじゃあ、さようなら。